はい、こちら外来種樹木南京ハゼ、ニセアカシアですね。はい、そしてこちらシュロ。はい、それからこちら南天、こちらも勝手に生えてきます。といたら勝手に生えますよ。はい、それからこちらが猛毒の強竹と花が咲いてます。はい、それからイチョウ、こちらは銀杏が取れるので許してね。こちら銀杏です。こちら玉椿も許してね。はい、やってまいりました。こちら網干の古民家です。こちら以前作っておきました暖房用の消し炭です。木を燃やして燃えている状態のものを水に突っ込んで、でそれが自然乾燥したものです。それをちょっと試験的に火鉢を作って火を起こしてみようということにしました。それがこちらでございます。はい、こんな感じでね、下の方にちょっと灰を敷いて、で入れ物のその側面ですね、側面、内側の側面を石でこう覆ったわけですね。なぜこういうことをするかというと、炭火が瀬戸物に直接当たってしまうと割れてしまうんですね。ですので一旦石をその間にかまして、そしてまあ直接熱がいかないようにするわけですね。はい、それでこのようにして石をガンガンに熱い状態にして、焼け石の状態にして、それでこの容器全体に熱を持ってもらう、そういうふうな感じでちょっとやっております。それで本日はこの炭火がね、どれぐらい効果があるのかっていうことに関して、まあ、試験運転ですね、暖かさどれぐらいかっていうのをちょっと確かめる意味でちょっと点火してみました。消し炭は割とすぐ火がつくので燃え終わるのも早いんですけども、そういった意味でちょっと使いやすいですね。はい、それでこちらね、火がだいぶ強くなってきたんですけども、石をこう周りにぐるっと囲んである関係で、この容器自体は熱くならないですね。はい、だいたいこれで計算した通りになってます。これでちょっとね、戸棚の中に入れるかどうかっていうのを今検討中なんですけど、まあそうですね、暖房の方法またいろいろ考えていきたいと思います。こちらが暖房用の木炭でございまして、結構たくさんありますね。ここにもありますね。それで最終的にはこちら気灰として肥料にして使うというふうな形になります。こっちは草の灰ですね。こっちも草の灰です。はい、ということで灰もちゃんと分別しております。このようにしてちょっとね、冬の間の暖房をいろいろ考えて、そしてやり方も改良して一番いい形を取っていくということにしていきたいと思います。はい、ということで本日は簡易火鉢の試験運転ということに関してちょっと動画を撮ってみました。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。